どうも、超リサッカー TV のうちです。今週も皆さんお待ちかね、超リバプールウィークリーメインのお時間がやってまいりました。今回は第3回ということで、週末に行われましたワトフォード戦の様子をお届けしていきたいと思います。ワトフォード戦だったんですけども、結果から言いますと2-0、サラーの2ゴールでリバプールが見事勝利したというわけでして、リーグ戦の無敗記録を伸ばしたんですけれども、そうですね、久々の2試合連続クリーンシートということで、スコアだけ見ますと2-0で、快勝に見えるんですけれども、内容の方はですね、スコアほど安定していなかったかなと思います。やっぱりワトフォードに結構何度も崩されてチャンスを作られる場面ありましたけれども、運と相手のミスとそれからアリソンのおかげで見事無失点で勝利することができたかなと思います。で個人的にはですね、2点目のサラーのゴールのお膳立てをしましたオリギのミスキックアシストがハイライトだったかなと思います。ということで早速現地の映像を紹介していきたいと思います。今回はアンフィールドのスタグルを紹介していこうと思います。今回撮っていただいたのがリバプール名物スカウスですね。こちらですね、リバプール出身の人のことをスカウサーと言ったり、そのスカウサーが話す、リバプールなまりの英語のことをスカウサーアクセントと言いますが、こちらの料理が由来になっているそうです。でちょっと見ていただきますと分かると思いますが、ビーフシチューに近い味だそうで、冬の寒い日に食べたらめちゃめちゃ美味しそうな感じが漂っています。で僕はもちろんこれ食べたことないんですけども、食べたことある方いましたらコメント欄でぜひ味のご感想を教えてください。また今回はアンフィールドロードの目の前にあるファミリーパークの映像も共有していただきました。この日はですね、ブラインドサッカーのイベントがありまして、地元の子どもたちがブラインドサッカーで楽しんでいます。でこのスカッてる子どもの映像めっちゃ可愛いですし、お約束を分かってるなという感じで、素晴らしい映像になっています。そしてこちらアンフィールドといえばというシャンクリーゲートですね。こちら個人的にくぐりたいゲート10年連続ナンバーワンになっています。また試合前の恒例になっていますゆるねばですね。続いて試合中の映像です。こちら VAR の判定中のポイントです。この試合は2回ゴールに関わる VAR 判定ありましたけれども、こちら2点目のサラーのゴールの判定中の時ですね。すでにこの時はマネーのゴールが1回取り消されてまして、そっちも僕的にはちょっとオンサイドだったんじゃないかなと思うような感じのちょっと微妙な感じで、ちょっと2回目のゴールも VR 判定が入ったということで、いやさすがにねみたいな感じでちょっと判定を待っていました。ということで今回の VR 判定の結果ゴールを認められたということなんですけれども、なんかゴールが認められても認められなくてもちょっと見てる方ではなんとなく歯切れが悪くなってしまうということで、これちょっとツイッターでも言ったんですけども VR ほんまに思うんですね。ちょっとほんまに思んなすぎて心の大阪が出てしまいました。ちなみに大阪には1回も行ったことありません。続いて試合後のピッチの映像です。こちらまたキャプテンとしてヘンドが客席までしっかり来てくれています。こちら個人的についていきたい背中は5年連続ナンバーワンです。その前の5年はちなみにジェラートです。最後は皆さんお待ちかねボスナイトの様子です。前回ホテルでのライブでの映像でしたけども、今回はライブハウスでの映像になっています。まずはボビーのちゃんとですね、ジェイミー・ウェブスター最高です。超楽しそうですね。でこちらの会場でビールが舞うザ・イングランドフットボールファンみたいな映像になっています。こちら続いてファンダイクのチャントです。そして最後にカルトヒーローになってますオリギのチャントです。
ということでボスナイトの映像をお届けしましたが、実はですね、まあ、何曲かあった中で、動画に使う用のやつを選んでくださいと言われたんですけども、ちょっと見た結果どれも最高すぎて選べないということで、今回は3曲とも全部使っていただくことにしました。ということで今回はワトフォード戦のアンフィールドの様子をお届けしましたが、いかがだったでしょうか。まあ、ボスナイトの映像を紹介しましたけれども、やっぱり死ぬ前に一度は参加してみたいイベントですね。で、あの大人が肩車しているところとか本当に最高だと思うんですけれども、この映像を提供していただいている方がですね、リバプールサポーターズクラブジャパンの日本会員の方なんですけれども、この方ですね、カタールで行われる、クラブワールドカップにも参加、応援に行かれるということでですね、なんとカタールでもボスナイトが行われるということで、そちらの映像も送ってくださる予定ですので、そちらの映像もお楽しみにしてまいりたいと思います。またこの超リバプールウィークリーミニですが、正式タイトル募集中です。コメント欄で何かいいアイデアありましたら教えてください。ということで以上、超アルサッカー TV のウッチーでした。 You'll never walk alone。皆さんご視聴ありがとうございました。少しでも面白いと思ったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。他にもやってほしい企画、質問などございましたらコメント欄の方まで待ってます。他にもいろんな動画ありますので見てみてください。 Have a nice